令和3年5月27日、福っと社内ニュースのお時間です。最初のニュースです。当ニュースでなぜか何かと取り上げることの多い苫小牧市からまたまたニュースが届いています。苫小牧市は本年度と来年度採用職員の試験告知ポスターに地元ゆかりの人気漫画ダイヤのエースのキャラクター3人を起用しました。若者の心をつかみたい考えのようです。ダイヤのエースは高校野球が題材の作品。ポスターには主人公の沢村栄純、チームメイトでエースの座を争う古谷悟、ライバル校駒大藤巻校の投手本郷政宗が登場。これを見て私も早速応募しようと決めましたが、募集期間は5月21日まででした。また来年まで待とうと思います。去年当ニュースでご紹介した大戸屋長山店のコンさんのカブトムシの続報が入ってきました。前回ご紹介したカブトムシがこちら、カブオです。幼虫ができることを楽しみにしていたコンさんですが、なんと幼虫が冬眠し越冬したとのこと。自宅の2階の暖房をつけず冬眠させたようです。さすが昆虫を愛してやまないコンさんですね。星で隠れて見えていませんが、コンさんの5歳の甥っ子さんの手とあまり変わらない大きさのさなぎにまで成長しています。夏にはまたクワガタのニュースを流せることを楽しみにしています。続いて商品情報です。先日もお伝えしましたブルーノのクラッシープラスというシリーズが入荷しました。まずはブルーノ最大のヒットアイテム、ホットプレートです。このシリーズではオーバルホットプレート、つまり楕円形のフォルムがとても可愛らしくかっこいいです。見かけがもうホットプレートの域を超えていますね。続いては何でも作れちゃう電気圧力鍋です。品目として注目されている電気圧力鍋ですが、さすがブルーノならではのデザインとカラーです。家電っぽさをあまり感じないスタイリッシュさがあります。このクラッシープラスシリーズ、まだ全ての品番が入荷しているわけではありませんが、店頭では提案型のコーナーであることが必須です。ブランド自体も十分アピールになります。コーナーのパッと見で可愛い、欲しいと思っていただけるかが勝負です。雑貨屋さんの腕の見せ所です。新シリーズは動画でも紹介する予定ですのでご期待ください。続きましてランキングのコーナーです。今回のランキングは大戸屋長山店の冷凍食品の冷凍食品具ってなんだ大戸屋長山店の冷凍食品具の言えるかな。大戸屋長山店の冷凍食品もうダメだ、ハマった、どうしよう。大戸屋長山店の冷凍食品ランキングです。まず第3位はドン、豚肉と野菜の黒酢あんです。大人気の黒酢シリーズです。豚肩ロース肉をジューシーに揚げています。鶏黒好きな方もぜひお試しください。続いて第2位はドン、サバの塩焼きです。お店の定食でも大人気のサバです。湯煎にかけるだけでお店の味が自宅で食べれてしまいます。続いて第1位はドン、鶏と野菜の黒酢あんです。やはり1位は鶏黒ですね。お肉はもちろん人参とじゃがいもが大きめサイズでゴロゴロ入っています。自宅で過ごすことが多い今、冷食が冷凍庫に入っていると思い立った時に食べれていいですよね。皆様ぜひお試しください。大戸屋清田店の福沢さんがついに一人で YouTube デビューを果たしました。福沢さんは新規事業でシチューを試作してくれていますが、4種類の牛乳を試飲し、試作しているシチューにどの牛乳が合うかを見つけるという内容の動画です。近々公開予定ですのでぜひご覧ください。こちらはピクルスの試食動画を撮影中、人参が苦手な福ちゃんは小さい人参を探そうと必死にお皿の中を混ぜているところをみんなに笑われている様子。皆様いいキャラをしている福ちゃんをぜひ応援よろしくお願いします。大好評イベント第6回手作りマルシェが今週末5月29日から開催されます。今回は過去最高の出展者数でさらに盛り上がりを見せています。各作家さんとその作品を紹介した動画を先日公開しています。その数なんと66名、動画本数は11本に及んでいます。事前に動画で予習をしておくと当日の手作りマルシェはもっともっと楽しめる内容になっています。ぜひご覧になった上でご来店ください。また前回の売り場作成の動画も公開しています。なかなか貴重なドキュメントになっていますのでぜひご覧ください。大好評イベント第6回手作りマルシェは今週末5月29日から開催されます。たくさんのご来店をお待ちしております。続いて大戸屋のニュースです。6月1日より新メニューが始まります。今回の新メニューはハンバーグやプルコギなど男性が嬉しいがっつり食べられるメニューが多いです。その中でもおすすめしたい定食はこちら。まずは大戸屋ミックスです。大戸屋ミックスは白身魚のフライにハンバーグ、鶏の竜田揚げという一つの定食で3種類も食べられるボリューム満点の大人様ランチです。続いてはこちら、サバの味噌煮です。
サバの味噌煮は定食屋さんならではのお料理です。今までは焼き魚がメインでしたが、今回の新メニューでサバの味噌煮が仲間入りしました。6月の販売キャンペーンにもなっているので、ぜひサバの味噌煮を食べていただきたいですね。以上、ふくっと社内ニュースでした。